アンドレ・サントスことアンドレ・クラリンド・ドス・サントスはブラジル・サンパウロ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。2003年フィゲーレンセ FC でプロデビュー。2005年には CR フラメンゴ、2006年にはアトレチコ・ミネイロにレンタル移籍して経験を積んでいる。アトレチコ・ミネロ所属時には 全国選手権2部の優勝に貢献する。2008年からは SC コリンチャンスパウリスタに移籍。2008年のコリンチャンスの全国選手権2部優勝に貢献し、囲碁道クラブの中心選手として一部でも活躍した。2009年7月、トルコのフェネルバフチェ SK に移籍した。2010から11シーズンは、 開幕からリーグ優勝を狙える位置につけていたが、2011年4月16日のガズイアンテプスポル戦では後半ロスタイムに決勝点を挙げて優勝争いに踏みとどまった。4月24日のブジャスポル戦で2試合連続得点を決めたが、やはりロスタイムの得点だった。2011年8月31日、移籍期限最終日にイングランドプレミアリーグの アーセナル FC に完全移籍。2013年2月に1年半の期限付きで、グレミオフブッパに移籍。2014年9月30日、インドスーパーリーグの FC ゴアに加入した。2015年2月5日、ボタフォゴに移籍した。2015年、FC ビル1900に移籍した。2016年6月24日、ボルスポルに移籍した。 2009年3月、ワールドカップ、南米予選及び FIFA フフコンフェデレーションズカップ2009のブラジル代表に選出。自身にとって、初めての代表招集となった。ありがとうございます。